さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は先日行われたあのフルトン対井上尚弥選手の興行のセミファイナルを務めた WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、ロベイシー・ラミレス対清水聡選手の一戦の試合結果振り返りをしていきたいと思います。まあ、もう数日経っているんで大丈夫だとは思いますが、試合結果へのネタバレに触れていくんで、まだこの試合を見ておらず結果を知りたくないという方は一度試合を見てから戻ってきていただけると幸いです。ということで、まあ、メインのねフルトン対井上戦がめちゃくちゃ面白かったのはもちろんのことなんですけど、この日本開催の興行としてはなかなか見る機会のないフェザー級の世界タイトルマッチに注目をしていた方も多かったんではないでしょうか。しかもチャンピオンは2012年のロンドン、そして2016年のリオ、オリンピック2大会連続金メダリストの天才キューバ人ファイターロベイシー・ラミレスですからね。初の金メダル獲得時の年齢はなんと18歳、アマチュア通算400勝とも言われている本物の怪物ですよ。こんな選手が日本に来て、しかも試合がメインではないっていうね、ある意味ここにも井上尚弥ブランドの凄さが際立っているという、まあ、それはさておいて、僕も過去ニューヨークでやっていた興行でこのロベイシーの試合を生観戦したことがあって、本当に素晴らしいファイターなんでいつも注目しているわけです。そして今回そんなロベイシーに挑戦したのが日本人ファイターの清水聡選手で、この清水選手もオリンピックで銅メダルを獲得したことがあるアマチュアエリートということで、この元トップアマチュア選手同士がプロの世界戦の舞台で激突するっていう、ここもこの試合への興味をより大きいものにしてくれていたんではないかなと思います。そしてそんな注目ファイトの試合結果は、チャンピオンロベイシー・ラミレスの5ラウンド TKO 勝利。まあ、実はプロデビュー戦は黒星スタートのロベイシーなんですが、それ以来は負け知らず、今回の試合で見事自身が持つフェザー級の WBO 世界王座の初防衛に成功するとともに、連勝記録を13に伸ばすこととなりました。正直試合前から僕は清水選手にはきつい試合になるんではないかなと思っていたものの、やはり世界の壁は非常に高く分厚かったですね。歯に衣着せぬ言い方で表現するのであれば、これは清水選手の完敗、両者の間に大きな実力差を感じたというのが僕の率直な感想です。で、このキューバ人ボクサーというと高い運動神経、スムーズな足運び、そして巧みなフットワークから、どちらかといえばディフェンシブなボクシングを展開するというイメージが強いんですが、このロベイシーの場合はそこが少し違う。というのも彼のスタイルは非常に攻撃的なんですよ。もちろんその足運びの滑らかさ、フットワークスキル、動物並みのスピードや反射神経に支えられているスタイルではあるんですが、どちらかといえばディフェンスよりもオフェンスの方が際立っている選手です。特にロベイシーが多用するレベルチェンジのフェイント、レベルというのは英語で高さのことで、チェンジは変える、要は高さを変えるフェイント、もっと具体的に言えば頭の高さを変える動きのことですよね。突然膝や腰を落として頭の高さを変えることで、動きに抑揚をつけながら相手を牽制、そして相手の反応を伺っていく技術なんですが、このレベルチェンジで相手を崩して攻撃を仕掛けるってパターンが得意なファイターなんですよ。で、まあ、今回の試合もこのロベイシーのレベルチェンジフェイントに清水選手がことごとく動かされてしまっている、必要以上に反応させられてしまっている展開が続いていて、それに加えて両者のスピード差が一目瞭然。まあ、あのロベイシーのスピードをもってして突然スッと体をかがめたり頭の高さを変えたりすると、対峙している相手からすれば急に相手が視界から消えたような感覚で、何か来ると思ってしまって体がこわばってしまうものなんですよ。で、ロベイシーの場合このレベルチェンジで体勢を落とし、膝にためを作ってから爆発的なステップインを踏んで左のパワーショットを狙ってくることが多いんで、まあ、どうしてもこのロベイシーのフェイントに清水選手が警戒してガードを固める、こういった場面が非常に多かったんではないかなと思います。まあ、あれだけ大きくはっきりフェイントに反応しちゃって、しかもガードをガチッと固めてしまうと体も硬くなってしまう上、その後の対応一つ一つにも遅れが生まれてくる。かといってスピードや運動神経でロベイシーに劣っている清水選手が
バックステップやサイドステップ、あるいは上体の動きだけで軽やかにロベーシンのパンチを外すことは難しい。まあ、こうなれば悪循環的にガードを固めざるを得なくなり、そのせいでどんどん清水選手の動きは硬く遅く、逆に余裕が生まれてくるロベーシンの動きは速く軽やかになっていってしまう。ラウンドが進むごとにこのスピードの差、身体能力の差が試合の流れを決定づけていった印象でしたね。まあ、それでもなんとか首をひねったり、右の肩で顎をカバーしたりしながら、このロベーシーの左パンチへの対策をしていた清水選手でしたが、清水選手が左ストレートへの対策をしてきているなと思ったロベーシーは、今度は右フックや左アッパーも織り交ぜ、攻撃のバリエーションを増やしていっていました。あとは清水選手のジャブをヘッドスリップで外してすぐさま打つカウンターなんかもロベーシーの素晴らしい攻撃でしたよね。まあ、清水選手も2ラウンドの後半とかはかなり多くのジャブを打てていて、左ストレートも当てていたんで、あの辺の動きはすごく良かった。もう少し体の力を抜きながら足を忙しく動かし、あの身長差、体格差を利用したロングのジャブやストレートを狙っていけるともっといい試合になったのかなと。このロベーシーはとんでもないスピードで動ける分、余裕からなのか、たまに足を交差させながら後ろ歩きするように下がったり、足の前後位置が揃うスクエアスタンスになることもあって、ディフェンス面にはスケール隙があると思うんです。ただそれを補ってあまりあるあの体のバネ、パンチングパワー、動きのスピードというのは間違いなく世界トップのレベルにありますね。まあ、独創的な動きや巧みなポジショニング、相手の反応を伺う観察眼にも優れており、まあ、例えば第4ラウンドの序盤、ロベーシーのレベルチェンジの動きに警戒した清水選手の重心が後ろに流れたシーン。ここで重心のバランスが崩れた清水選手に対し、右のジャブを打ち込みつつ、そのまま清水選手のサイドまでステップして、清水選手から見ると左側の方に回り込み、スッと距離を取る。で、それに対して清水選手が距離を詰めようと、後ろ足の左足を浮かした瞬間、またレベルチェンジで体をかがめ、左のアッパーを打ち込むところとか、本当にいい動きですよね。まあ、このロベーシーが最後のアッパーを打ち込むとき、清水選手は左足と前足の足の前後位置が揃うスクエアスタンス、まあ、さっきロベーシーの時にも言いましたが、これになっちゃっているんですね。で、基本的にボクシングにおいてこのスクエアスタンスはやるべきではない動き。足の位置が揃うとオフェンス面においてもディフェンス面においてもあまりいいことがありません。まあ、この時はガードを固めてなんとかしのいでいる清水選手ですが、清水選手が左足を動かして足の位置が揃いそうなああいう隙を見逃さず、そこでパンチを打ち込んでいくロベーシーはさすがですよね。まあ、この一連の流れを見るだけでも、彼のスムーズで流れるような足運び、そしてスピード、観察眼といったいろんな能力の高さがわかるんではないかなと思います。そして最後5ラウンド、このフィニッシュシーン、またもレベルチェンジフェイントを使って清水選手にガードを固めさせた後、それまでは左のオーバーハンドだったり、まあ、ストレートだったり、割と清水選手の肩口の外側から飛んでくるパンチが多かったんですが、この時ロベーシーが選択したパンチは左のアッパーカット。これが清水選手のガードの真ん中をすり抜けるクリーンヒットになるんですよね。で、しかもこの時ロベーシーは拳を縦にしてアッパーを打ち込むことでガードの間の細い隙間を通す工夫も見せている。2ラウンドの途中とかにも同じように拳を縦にして打つアッパーを見せていましたが、これまさに漫画初めの一歩の真田和樹が使っていたツバメ返しの技術ですよね。このロベーシー版ツバメ返しのアッパーカットを効かされて、追撃のアッパー連打で清水選手はダウンを奪われてしまうわけです。まあ、この時清水選手が完全に膝をついてると分かった後、また余計な左を一発当てているんで、ここはちょっと注意されてもおかしくないパンチでしたが、しかしこのパンチがあろうがなかろうが、清水選手の鼻からの出血もかなりひどかったし、ダメージも相当あったんではないかなと思います。まあ、ここではなんとか立ち上がるんですが、この立ち上がった清水選手に最後は連打をまとめ、レフェリーストップを呼び込んだわけですね。まあ、冒頭にも言いましたが、やはりこの試合は実力差が大きかった。個人的には清水選手に頑張ってほしいという気持ちはあったものの、正直初回から結構な絶望感を感じていました。ステークが試合前に出していたオッズも相当の差がついていましたが、
このオッズ通りの結果になったということになりますね。まあこういう時大穴狙って清水選手にかけたくなる方もいたと思うんですが、どうしてもこうやって外してしまうこともあるわけですよ。でそんな方、まあ、これ初回のベッティング限定ではあるんですが、この動画の概要欄に貼ってある特別クーポンコードを使えば、30ドル分、約4000円分に近い金額がキャッシュバックされてくれるんです。なので、もし今回のイベントでボクシングに興味を持って、ボクシングベッティングでも遊んでみたいという方がいれば、動画概要欄のコードを使って、このスペシャルボーナスをゲットしてみてください。まあ、今回は清水選手負けちゃったわけですけど、やっぱりロベイシーみたいに強いチャンピオンに挑戦しに行く姿はめちゃくちゃかっこよかったし、そもそもこのロベイシーと戦う位置まで来れているってことがとんでもないことですからね。まあ、今はかなりダメージも溜まっていると思うんで、ゆっくり体を休めてください。で、これで今回 WBO タイトルの初防衛に成功したロベイシーとしては、やはり他の団体のチャンピオンとの統一戦を望んでいるようですね。まあ、このフェザー級の他のチャンピオンといえば、IBF チャンピオンのルイス・アルベルト・ロペスは今年の9月にジョエド・ゴンザレスとの試合が決まっていて、WBA チャンピオンのリー・ウッドは多分今ジョシュ・ウォーリントンとの試合を画策しているはずです。で、 WBC チャンピオンのレイ・バルガス、この人とロベイシーの試合もめちゃくちゃ面白そうですが、バルガスが結局フェザー級に残るのかスーパーフェザー級に上げるのかよくわからないんですよね。なんで、まあすぐに統一戦が決まるかどうかはちょっと微妙そう。まああるとしたら、アルベルト・ロペスとジョエト・ゴンサレスの勝った方とやるみたいな感じですかね。まあ、なんならロベイシー日本好きそうですし、次は阿部玲也選手とやってくれないですかね。阿部選手は WBO のランキングで第4位にランクされているし、まあ、全然あり得るマッチアップだとは思うんですけど、まあ、どうなるか楽しみです。将来井上選手がフェザー級に上げた時のラスボスにもなり得ると言われているロベイシーですから、今回の試合をきっかけに彼のことを知ったという方も今後のキャリアには注目しておいた方がいいですよ。ちなみに今回試合で使用していたトランクスに漢字で大きく電車と書かれていたじゃないですか。あれめちゃくちゃ可愛くて僕は好きだったんですけど、あれはロベイシーのニックネーム、エルトレンというスペイン語が日本語で言うところの電車という意味だからなんですね。ロベイシーが被っていた電車キャップも欲しいんで、ぜひファングッズとして売ってほしいくらいですが、皆さんもこの電車男ロベイシーのファンになって応援してあげてください。まあ、今回の興行ではキューバから亡命をしているロベイシーに対し、キューバの国自体が国歌や国旗を使わないでくれという要請をしてきたみたいで、まあ、この辺は社会主義国家キューバの常識と僕ら日本だったり民主主義国の常識は違うと思うんで、何がいい悪いの話は人それぞれ意見を持っていればいいと思いますが、少なくとも自分が生まれ育った母国との関係によってロベイシー自身人知れぬ苦労や苦悩があるはずなんですよ。そういうボクシング以外の部分にドラマを持っている選手は応援しがいもありますよね。まあ、とにかくこの天才ロベイシー、今から注目をしておいてください。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、ぜひとも今回話をしてきた試合、 WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、ロベイシー・ラミレス対清水聡選手の一戦について、試合を見た皆様それぞれのご意見やご感想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。概要欄のクーポンコードを使ってステークで30ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。また今週末のスペンス対クロフォードの世紀の一戦、これも絶対に見逃さないようにお願いしますね。ではまた次回の放送でお会いしましょう。